はい、どうもポテトメガネです。はい、始まりました。はい、ね、あの3人です。はい、あの3本マイクになったので 3MC ということで、そうです、無敵の3本マイクで聞きやすいぞ、やっと、はい、やっとね、やっと聞きやすくなったんじゃないかなと。はよ、もう揃えろ。そうですね、なんかでもどういいかがね、いや、っていうにも、ずっと僕は面倒くさくて、そっち、そう、だから1個にまとめたかったんです。なるほどね。で、前回は一応ガンマイクとピンマイクで2つ撮りして、それをミックスさせて編集したんで、はいはい、もうその面倒くささ乗り越えたんで、超えた、ようやくだったら、すんなりと、あのピンマイク3本で行こうと。なるほど、なので僕のだけ別撮りしてます。そうだよね。で、これ接続超不安定なんで、はいはい、これ握っていろいろ不安定これを握ったまま行きます。いろいろ不安定だし顔に不安が出とる、まあ、いやもうそうですね、出とるよ、ちょっと心配してた。いや、ただでさえ昨日の寿司が当たってるんですよ。貝が悪い、貝が悪い、はい、この時期の貝はちょっと危ないですね、はい、危ないです、皆さん気をつけてください、はい、こんな感じでしょうね。めちゃめちゃ美味しいんですけどね。ね、そう、当たってもうた。うまいものはやっぱね、体に良くないということで、ちょっと違うような気もしますけど。はい、はい、まあ、ということで、今日の企画はですね、はい、メガネのプロが買ったメガネということで、これだから僕らが買ったメガネだったら、まあ皆さん信用できるんじゃないかという。ですね。はい。そういうことです。そういうことです。はい、単純に。はいはい、で、今日は MJ が買ったメガネということで、そうですね。MJ が5本持ってきてくれてるので、それを紹介していきます。早速いきましょうかね。はい、まあ、あの最初にね、あの僕が買った順番にちょっとねご紹介していきましょうか。分かりやすいでしょう。分かりやすいです。はい、まず、はい、これ1本目なんですけど、これが実はねすごい思い出がありまして、うん、僕がねメガネのことを何も分からない状態でポテトに入社した時の最初のメガネなんですよ。で、今ねスタイリングとかが雰囲気少し変わったんですけど、うん、当時はね結構こうクラシックなスタイルとかでハマってたと思うんですよね。うんうん、ね、こういう小ぶりのちょっと一山タイプっていうので、うん、結構ね、元々一番最初は、うん、あの福岡出店する時が、うん、今福岡の中にあるビスポークルームだけの店舗だったんですね。うん、ですね。そう、最初はで、みんなヴィンテージスーツとか着て、なんかハットとかかぶって、かっこよすぎてもろもろ、ちょっとねカチッとした感じで、あえて雰囲気作ってっていうので、オーダーメイドだけのお店にしようっていうのでやってたんで、その時にはめちゃくちゃ合ってたんですけど ね。そう。でもまあ今日のカジュアルな感じでも全然ありですね。BJ クラシックの、そうですね、こう一山のモデルなんですけどね、うん、これすごい、そうなんですよ、ここ、うん、ね、こういうちょっと高めのかかりやすいようにね、こうすごく配慮があるモデル、うん、これまあ BJ だけの独自の金盛りなんで、ね、他にはない、ね、うん、で入社の時いろいろね僕もほらかけてみて候補あった中で、最後山本君の人をキャラ立ちしましょうはいと、俺もわからないから断れないです、うん、わかりました。じゃあこれっていうのも最後の一押しになったっていう思い出のモデル、これ、ね、はい、続きまして2本目、2本目いきますよ、はい、うん、次はですねこちら、ルノアの、スイングですね。これもちょっ と、 そうです、ね、珍しいフレームですね。ね、そうですよね、はい、ルノアというとやっぱこのスイングタイプが代表格ですけど、特殊でしょ。これ前もやった後、こっちでもこっちでも、あ、これ結構の話のやつですよ。そうなんです、伝説的モデルです、スイングシリーズ、うんうんうん、でこれ残念ながらね廃盤になったんですよ、うんうん、なのでいわゆるデッドストックです、これ、うん、実はというか、まあ一説によるとですけど、本当かどうか分かんないですよ、一説によるとやっぱり戦争で片目をなくした兵隊さんがいて、その方がもともと目が悪かったので、片方には遠くを見る用のメガネで、片方には老眼の度を入れて、遠くを見るときはこっちでかけて、近くを見るときはこっちでひっくり返してかけてたらしいんで、これがスイングしてどの角度でも当たるように作られているという、そういう作りになってます。それそうなんです、相当学習してるんじゃないですか。 I remember、 ちょっとメガネレベル上がってない、上がってますよ、やめてやめて、下げて下げて、そう、ね、これもねちょっと気難しい親父みたいな雰囲気でちょっと使ってたんですね、当時ね。でこれも思い出が実はあって、はい、これ亀田店長に僕がねこれ懇願しまして、ちょっと持ってたものをこう譲り受けたというモデル、はい、しますよね、これはね、はい、やっぱかっこいいからやっぱ1本持っときたくなりますよね、持っときたくなるんですよ、ね、そうなんですよね、うん、そういうちょっとモデルです、はい、じゃあ次いきましょう、3本目、はい、はい、
これがですね、自社ブランドポテトメガネのオンラインというモデルです、うん、これは山本君一番これ初期の頃だから、ね、結構語りどころあるんじゃない。むしろ僕の思い入れがすごいあるすごいですね、はいはい、あめっちゃいいですね。いいですね。まあ、福岡に出店するときにオリジナルをやっぱある程度何型か作って見本として置いとこうってなったうちの1本なんですけど、これだからオリジナルの中でまずベーシックなウェリントンを1本作ろうというので作られたモデルなんですけど、このオンラインというのがですね、名前のこれがもともとフレンチヴィンテージをベースに形を変えて作られたモデルなんですけど、フレンチヴィンテージの形をちょっとニューヨーカーがかけてるような雰囲気にしようというので、リシェイプしたんですけど、その時に、ニューヨーカーのスラングとしてインラインという列に並ぶっていうインラインをニューヨーカーオンラインっていうらしくて、でそれをちょっとね、あのニューヨークに住んだ人は一発目食らうっていう意味が分かんないですけど、そのスラングが、まあそういうのもあって、うん、一応そのニューヨークらしい名前をつけようというのでオンラインになったというモデルです、うんね、うん、で一応今はあのオンラインちょっと店頭にはないんですけど、そうなんですよ今ね、カラーが一部ね、こういうちょっと明るめのカラーが少しだけ あるんですけど、スペシャルなやつあるんですけど、うん、そう今ないんですよね。そうです、僕がかけてる色はないっていうところですね。なので、はい、それをまあ例えばMJ と一緒のが欲しいってなると、もちろんオーダーでそのままでも一緒の作れますし、例えばお顔が大きい方だともっと大きくしてとか、逆に小さい方だと小さくしてとか、あとは展示幅縦縮めてかけやすくしてとか、そういうのもいろいろできます、オーダーだったらですね。で結構福岡のお客さんって、あのまあこういうとあれなんですけど、せっかちな人多いじゃないですか。もうそこにあるのが欲しいという人が、はい、だからそういうもう切符がいい人にはもうそのなんだろうな、店頭用に一応タタンカという後継ラインが、そうですね、後継モデルができているので、そちらを、まあ、ご購入いただければかなり近いニュアンスで楽しんでいただけるとは思います。タタンカはね、ちょっともうちょっとヴィンテージライクな、そうですね、感じなんで、仕様もね少し変えて出してますから、うん、という感じですね。いきますよ次、はい、はい、いきますよ4本目、はい、はい、4本目これが、ね、僕、ビスポークオープン当初から扱いをしております、ネイティブサンズの2ブリッジですね。これミスターモジョというモデルです、うんうん、これもですね、かなりこう小ぶりでこうあんまりすごくこう目立つわけじゃないっていうところが気に入ってて、どんなスタイルにも結構ね、かけやすいんですよ本当に、似合いますね。そう、これかけやすいですよ。ちょっとこうストリートっぽいニュアンスの時もいいし、かといって割とカッチリした時もかけれるっていうので、これかなりかけてますよ。よく店頭でかけてるんでね、皆さん多分この、まあ、見覚えがあるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、そういったモデルです、うん、はい、本当に嫌味がないですね。良いですね、うん、まあ、下手したら結婚式とかもかけていけるぐらい、ね、そう、これすごく聞かれます、かけてると。最後ですね、5本目、はい、5本目、はい、これ別の動画でもね、多分ご紹介したことあるかもしれないんですけど、これジュリアス・タート・オプティカルの、ブライアンというモデルです。はい、僕選んでるのはですね、こういった感じの貼り合わせの、ブラウンクリスタルというカラーを選んでおります。はい、黒か迷ったんですけど、僕の顔に黒が強いっていうのでね、スタッフの意見もありまして、そうですね、結構こういうちょっと、うんうん、似合いますね。これだからちょっと大きめというまではいかないですけど、若干他のに比べると大きいんで、やっぱカジュアル感出ます ね、出るね、うん、そうですね、色がやっぱ違うのもありますね。そうなんですよ、だからこう角度によってこうやって見え方が変わるから、そう、横から見た時に ね、このクリアの生地に表面1ミリだけブラウンのクリアを貼ってるので、ね、その感じがまた横から見た時に雰囲気が変わる、いいですね、うん、いいでしょう、はい、うん、これすごい気に入ってます。それね、あの別の動画で紹介した時にお問い合わせありました、うん、ね、はい、すごいいいですよね、超人気のモデルですね、うん、まだねこれ店頭在庫ございますから、ご購入もいただけます。はい、はい、というところでちょっとレザート5枚ご紹介したんですけどね、パターンが全部違いますね。そうですね、いろいろかけてみて、それに自分に合う合わないっていうのをこうね、やっぱり見るのも僕らのやっぱりね、重要な役割じゃないですか。そうですね、そんな感じね、はい、本当です。はい、5枚をご紹介しております。で、はい、まあ、一応ね、そういう感じでご紹介しましたけど、MJ は基本的に今度なしなんですね、目がいいから、ね、度なしの部分もあるんですけど、結構最近、まあ、僕も今41ですね、年齢が今年になるんですけど、
やっぱりね、手元の仕事もやっぱ多かったりで、かなりね疲れ目はね結構感じるんですよ。待って、遠くの遠方度数っていうよりも手元をこうケアしてくれるあのアシスト設計のレンズ、だからそういったのを結構メインにこう変えてますね今は。だから設計でいうとこの辺は度なしだけど、下だけちょっと視覚用の度が入ってると、そういった設計のものが多いかもしれない、ね、だからそういうのも一応あの作れます、ご要望いただければ、はい、なのでまあそういう感じでいろいろとあのカスタムレンズもできますので、なんかお悩みを言っていただけたらそれに合うのをご提案しますというような、感じで気軽に相談していただければ、こういう時困るんですよねみたいな、言っていただければ僕らも一番いい提案ができますので、まあ、その辺をぜひ、あのご相談ください、お気軽に、まあそんな感じで以上、MJ の5本になりますけど、一応、まだいっぱいあるんで、そうですね、これ何回かに分けて、やっていきたいですね、感じでいきましょうか、とりあえず5本 で、そうですね、多分10本あると途中でダラッとなっちゃう、なるでしょう、大体何本ぐらい持ってるんですか、大体何本、いや 僕もね、そんな数はないんですよ、20数本だったと思いますよ、MJ あんまない方ですよ、結構他のスタッフってねめちゃくちゃ結構あるんで、やっぱだん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 こう増えていく、やっぱ、僕好きなものが結構偏っててね、割と何だろうな、もう決まってるから好きなもうシェイプとかが、割と結構タイトに今はなってますよ、いろいろかけて何本も持ってるんだ、といったところで、ぜひご参考になれば幸いです、まあ、店頭でねお気軽にあのメガネってどれですかとかって聞いてもらっても、MJ がいればその見本として出せますし ね、MJ も店頭に在庫はなくても、お気軽に聞いていただければ、まあそういう感じで、ではまた、お願いします。 MJ の願いはチャンネル登録、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 私の願いもチャンネル登録ハハハハハ。